皆さんこんにちは、ヤスさんでございます。今回は大阪心斎橋にありますホテルヒラリーズさんに来させていただきました。それではですね、今からチェックインしてまいりたいと思います。すいません、ごめんなさい。よいしょ。8階です。うわ、なんか細長い。多分カードをそこにタッチしないと。うん、こっちやろ。ほら。うん。端っこがいい。真っ暗いな、このなんか。暗いな。ここな。うん。オープン。うわ、なんかめっちゃ綺麗やな。扉開けましてすぐ右側に洗面所になってますね。独立した洗面になってますね。化粧水にモイスチャーミルクにフェイス&ソープで、シェービングのジェルになってます。ここはこの電気かな。あ、電気やね。これ電気のスイッチで、ここはこれは開かない。開かないね。でコップで、ドライヤー、タオルがありますね。やったー。で、ここがトイレとユニットバス。ほら、ユニットバスがね、むちゃくちゃ広い。で、シャンプーとボディーソープ。で、コンディショナー。ね、トイレむっちゃ綺麗やね。はい。アメニティがあって、テーブルがあって、で、ソファーがあって、で、ベッド2台。わー、すごっ。あー、結構広い、広いね。うん。うん。で、空気清浄機がここにあって、で、そこが、冷蔵庫か。ほら、見て。机のところに冷蔵庫あるんやね。こちらがアメニティになってます。歯ブラシ。で、綿棒とボディタオル。で、ヒゲ剃りだね。この机の上は電話があって、これなんだ？これ何の線かな？これ。何の線か分からん。で、こちらがソファーになってて、ここが鍵になっています。これはツインベッドやね。パパ。結構広いね、ベッド。クイーンサイズかな？パパ。なかなか広いお部屋になってますね。はい、こんなこういう感じでございます。もう結構広いですよ。はい、そこには電源と USB ポートがあります。あれ？どれ？ Wi-Fi。 Wi-Fi は？はい、行きましょう。この下に何がある？